7番目、平成22年、宅建業の免許からの問題ですね。では早速やってみましょう。はい、本問の正解し、これは×という、ね、ことになります。ちょっと細かい、ね、知識というか、これは難しい足かなというところになりますけども、まず解説、見ていただきますけれども、この破産管財人、いわゆる弁護士みたいな方ですね、こういった破産管財人から依頼されて、この売買の媒介を業とする場合は、これは宅建業に、ね、当然該当し、免許は必要ということに、ね、なってくるわけです。正しい以下ですね、この破産管財人が破産財団管下のために、自ら売り主となり、こういった、ね、宅地建物の売却を反復継続して行う場合、これはですね、こういった裁判所監督のもとに行われるということで、これは免許不要ということに、ね、なってくるという形になってくるわけですね。ですから、ちょっと正しいか、これも細かい知識ではあるんですけれども、ちょっとね、ポイントとして押さえておいていただければと思います。本紙に関しましては、これは×ということになりますね。では以上です。